皆さんこんにちは、沈黙の羊です。本日、2018年12月31日、松山の実家に、帰る途中なんですけれども、少しだけ動画編集をしつつ、進めていきたいなと思うんですけれども、パメラ・ボーヒーズ、まあ中途半端な馬なんですけれども、まあ、パラメーターだけはなかなかいい馬なんで、タイドーバーと言いつつそこそこ引っ張りつつ走らしつつというような、まあ、微妙な馬なんですけれども、3.8 倍の2番人気、2頭出し7番サテライトかな、まあ、2頭出しをしている関係もあり、まあさすがにこの戦績だとこんなオッズで甘んじるしかないのかなと思います。さあそして裏のレースですね、裏でレッチリ、WBC のクラシック、1.3 倍、まあ喜ばしいオッズではあるんですけれども、2番人気ジョン・ヘンリー 5.8 倍、ちょっとなんだか嫌な予感がしますよね。普通に勝ってくれればいいんでしょうけど、ちょっとなんというか表はまあ表というか SWBC の方は適当でいいんですけど、裏の方ですね、 WBC のクラシックサブレースの方、これちょっとなんか嫌な予感がしますよね。まあまあ気楽に、まあ、どちらも進めていけたらいいなとは思うんですけれども、さあ今回なんですけれども、カメラアングルが非常に、おかしいことになっているんで、その辺どうぞご了承ください。飛び出しました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。先手を取ってラティンマン、そのうちからは2番サンシャインフォーエバー、ヤンバラヤ、3番ベタートークナウ、その外にジョンヘンリー、そのうち4番ポイントオブエントリー、そして外からは11番ジオポンティ。もう一度前の方でありますが、これが先頭、2番サンシャインフォーエバーであります。2つ目の橋ウェストミンスターブリッジに差し掛かります。外から一気にラティンマンが上がっていきました。その後ろ3馬身くらいあってジャンバラヤ、そして4番手にシアトリパルであります。リトルマイク内を通りまして、ウィズアンティシペーションパラダイスクリークが、その後ろ、そのうちに7番イングリッシュチャンネル、場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。レッチリ直線の伸び足はどうか、依然先頭サンシャインフォーエバー、ちょっと差がある。3番手にシアトリカル、レッチリも懸命に追う。12番パラダイスクリーク、シアトリカルが2番手パラダイスクリーク、そしてその後ろからレッチリパラダイスクリーク先頭だ。レッチリが2番手パラダイスクリーク先頭、パラダイスクリーク先頭、パラダイスクリークが、さあトンネルを抜けると世界最高のウィーニングロードが待っています。新爆弾連続はまだ後方、ようやく追い込み態勢、先頭はオルコックアラビアン、頑張る頑張る。2番手にエクリプス、4番ゴドルフィンバルブ、先頭オルコックアラビアン、オルコックアラビアンが大きくリード、外から懸命にワイヤリーターク、ゴドルフィンバルブ、そしてポネラボーヒーズ、ゴドルフィンバルブがかわした。ポネラボーヒーズ、そしてその後ろからワイヤリーターク、1着ポネラボーヒーズ、スーパーワールドブリーダーズカップ2勝目獲得、賞金は1万2000枚突破。はい、ということで裏のレースこそ、2着だったですけれども、表のスーパー2番人気というふざけたオッズで、無事に、勝つことができました。これは非常にラッキーだったなと思います。久しぶりにいい意味でオッズを裏切ってくれた回じゃないかなと思います。まあ、いつもは逆のパターンなんですけどね。それでは失礼します。